分観察教えちゃん。この番組はのどぐろ教え役の原田さやかが与えられたテーマについて3分でひたすら話していくミニ番組です。今回のお題は3分で伝える美味しい料理ということで、どうしましょう。あーなんかな、カルボナーラ食べたいな。カルボナーラですか。カルボナーラはですね、まずどうしよう、何がいるんだろう。お湯が必要ですかね、カルボナーラって。お湯に、お湯を何だろう、沸かして、何だろう、塩を入れる、あのパスタの味をつけるために塩を入れるじゃないですか、きっと。そうなんです。それで沸かして、で麺をね用意します、麺、パスタの麺、何がいいですか。細いのが好きですか。カルボナーラっぽいやつ。カルボナーラっぽいやつじゃあスタンダードな、なんか細い感じのやつでいきましょうか。何ミリぐらいかな。何ミリですか。え、ミリ10ミリ10ミリ7ミリ、え、ミリが分からない。じゃあいいよ、10ミリで。あ、じゃあ10ミリの麺を用意します。なんか笑ってる。10ミリ。10ミリの麺を用意して、まあ入れますね、お湯に。7分ぐらいでいいのかな。7分って感じがする。10ミリ、え、いいよいいよで7分茹でるじゃないですか。茹でますでしょ。で、あの取り出します、麺を。麺を取り出して湯切りをしますでしょ。で、ペペロンチーノですよね。ペペロンチーノって何ですかね。卵ですかね。カルボナーラだよ。到着。そうだった、そうだった、カルボナーラだった。え、カルボナーラが卵。カルボナーラが辛いやつですか。おー、そこから。いや、思うカルボナーラでいいよ。あとね、だいたい1分半ぐらい。あ、卵が入ってますね。卵を入れて完成です。完成。え、待ってパスタを、で、10ミリのパスタ、それに卵を生のままポイって入れるの。あ、それダメですね。あ、絡ませましょう。じゃあ卵を絡ませましょう、麺に。まず絡ませて、どうしましょう、炒めますか。炒めましょうか。炒めて、それで何が入ってるんですよね、カルボナーラって。ベーコンとか入ってるね。食べたいな、ベーコン。まあベーコンも何、10ミリ10ミリで切って、ベーコン10ミリで焼いてからダダダダって入れるじゃないですか。あと何入ってるんだろう。なんか生クリームのイメージあるんですよ。なんだろう、その上からかければいいんですか。わかんないです。そっか、なるほどね。まだでも時間あるから、もっとトッピングして。本当ですか。じゃああとね、好きな、私の好きな食べ物入れていいですか。チョコレートが今好きなんですよ。だからチョコレートを乗せたいです。どんな感じ。隠し味的な、なんか生クリームって甘いじゃないですか。甘くないのかな。なんかそこの隠し味で入れたいです。美味しいカルボナーラできました。ということで、赤崎千夏と原田さやかがお届けするレディオキリングバイツ獣人ウォッチングはインターネットラジオステーション音声で毎週金曜日配信中です。こちらもよろしくお願いします。1センチのパスタか。絶対火通ってなかったですね、あれ。7分、絶対平べったいやつじゃないよね。丸のやつだよね。そうですね。カチカチのパスタ。